純太古観音純太古真珠もしくは純ひ下げ呪いなどとも呼ぶ。中国では重視されているダラニで密教、禅宗、浄土宗などでよく唱えられている。このダラニは純太古観音のもので重症種の一つになる。中国のお寺では精進料理を食べる前にこのダラニを唱えることがある。出典は仏説七、友太仏も深大純太古ダラニ用からであり、六次大民主。 との因縁も示している。台湾で有名な構想、海東方師はこのダラニを、新言の母と称している。前週の経典、伝統録にはこのダラニは十悪五逆の一切の罪を、滅ぼすとされ、一切の白宝苦毒が成就するという。このダラニを持つ者は、出家者であろうと、在家であろうと、飲酒をしようと、肉食であろうと、妻がいようと、修行を怠っても、 心から唱えれば、短命の手上を無料に寿命を延ばすとされている。生サプティナームサマイアックスアンブツダコーテナムタディオサ、おう、ケールキュールカンド SBH 長種、ナモサッタナンサンミ三脈三モダクチナンタニアタオンシャレー、種類順帝ソワカ単次オンシャレー種類順帝ソワカ、おう、ケールキュールカンド s b ェナムサナン、ナーメートル S アズオ NN サンビオサンボタ、サーミアオサンピー、 つおくてなん。j, gnn だつほか。da, zh, 2 o オリりれ、ぬしれ nzh, lzh, リットル、準ゅ下げ。シャバか。zh, nt, 2 o p, へい。じ下げ、神みまじない、360、百科、baike.so.com。2020年11月14日、閲覧、ありがとうございます。